とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー更新ですね、22階です。でちょっとね、声がこもってるっていうか響いてると思うんですけども、ご了承ください。ソファーを移動しました。移動したっていうか、自宅に持って帰りました。なのでちょっと声が響いてるかと思います。 OK、 よし。なんかここもねやったことある。うん、あ、でもそんな最近じゃなくって少し前にやった感じがするね。うん、最近じゃなくって少し前にここはクリアした気はします。 OK、 ちょっと待って、エンチャント、あー、まあエイリー入れとけばちょっと火力になるんでいいんじゃないですか。あ、強い強い、乱射、この乱射めちゃくちゃ強い。うん、あ、この乱射いいぞ。ちょっとこれミスったな。あの乱射の方に入れるべきだったね。うん、乱射の方に、長弾マルチショットを入れたらこれは強い。 OK、 おお、いいねいいねいいね。いや、序盤にこの超火力弓が出ると多分ね、後々すっごい楽勝なんだよね。 OK、 よし、おしまいですか。はい、まあまあまあ敵はそこそこ強いけども全然大丈夫ですね。アップドラフト持っていこうかな、一応ね。でエンチャントで長弾入れとけばこれ完璧よ、完璧。長弾マルチショット、これもうめちゃくちゃ強い弓がある。ああ、じゃあもう最初の商人で弓だな。うん、で前回が、輝くハープクロスボウに変わったのよ。なんで今回は普通のハープクロスボウになるか、どうだ、わかんないね。しゃ、オーケー。おお、やっぱさすがの火力めちゃくちゃ強いじゃん。にゃ、終わり。いやー、素晴らしい、素晴らしいね。あ、これはもうドラでしょう。いやー、うんうん、いやー、強いのいっぱいあるけど多分ドラはここで取らないともうない気がするんで取っていきます。ドラは多分2個あるってことがあんまりないので最初に取っておいた方がいい。てか最初に取らないとダメな気はする。オーケー、いいよ。とりあえず難しいところは全くないね。うん、クリーパーも出ないし特に厳しい場所も今のところは全然ですね。終わり。4回クリア、次。あー、まあソウルを貯めていってもいいかもしれないけども、なしでいきます。でマルチショットを上げて長弾も上げましょう。マルチ長弾22でね、いいよね。あーあー、エイリーを入れてるから3発で倒せる。んにゃ、3発ぐらいで倒せないとちょっとクリーパーは厳しいですね。おお、ドック食らってる、いつの間に。 OK、 危な、よし、 OK。 あとはこちらでおしまい。はい、5回クリア、問題なし。1体だけ出てくるけどね、でも全く問題はありません。おお、強えな。うーん、来ていこう。
これは強い。はい、まあ耐久力はねそこまでないんだけども、ポーションバリアついてるのでいいね。 OKOKOK、 ポーションバリアついてるだけでやっぱ強い。でしかもクールダウンまでついてるっていうこのハイブリッド感素晴らしい。でこっちでおしまい。いやまだ、おお終わりかい。いやいい装備だ。おお今回もなんか装備だいぶ恵まれてるね。あ槍、商人か、槍に変えていきます。次ボスでしょだよね。ああいやでもこれハープでいいよね。ハープどっち。よし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 、ハープいいよ。で22になりました。ああこれはもう間違いないわ。何体来る。でもまあドラ使ってハープ連射すれば速攻よ。 OK よし OK よし、若干ちょっと時間かかったけどもまあまあいけました。マジか、いや今回すごいな。おう今回の装備えらいこっちゃですよ。いやこれは今回楽勝。いやまさか影の断片まであるとは思わなかったね。よし OK、 はい、いけ、いいね。ちょっと待って固まりすぎだって。よし、あでも普通に行けばここ難しいかもしんないね。うんロイヤルガード結構いるんでちょっと難しいかもしれない。あれ、おお嘘、ああ上か、はい、うん問題ないこの装備の。おっと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 、すんごいいいやつばっかりあるんだけどね。これ装備選ぶのがこれは悩む、良すぎて。あまあまあある程度のやつ取っていけばね全然クリアはできそうなんだけど、快適に行くためにはどれで行くかをちょっと悩みますね。危ねえ危ねえ、よし、いやマジでいい今回。ハープクロスになったっていうこともまあいいところですよね。うん危ね、ハープクロスはさすがの火力で、敵は多い、ここの敵は結構多いね。いけいけいけ、突っ込め突っ込め突っ込め、どんどん突っ込んで、はいはい終わり。まあいやでもなんかねハープ持ってなかったらきつい気もする。あここにドラがあるか、ならば最初のドラのところを別のやつで、あそこ両刃のあったよね、それでいいよな。うん、それでいい。で、俺はカトラスに変えます。槍のまんまでもよかったけどね。いいか。入れましょう。あぶね、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 こっち来るなって。お前。こっち来るもんね。こっち来なくていいよ。よし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 、いい感じ。いやもうほんとハープが強すぎる、なんだこの火力は。
えい。ちょっと待って、敵多い。マジで多いぞ。よし、OK。ちょっと防具の耐久力が、さすがにもう足りないね。もうちょっと耐えないと。でも、これじゃないんだ。悪くないけどね。いいです。ある程度までは、おお、ハープクロスで全然いけると思うので、これで やり過ごしましょう。いけ。はい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 。ああ、中に入るとちょっと 危なかったね。クリーパーいるんで、ちょっと注意が必要と。でもまあ、いざとなったら、これ影のぶりはあるんで、なんとでもなりますね。よし。うん。12回クリア。全体的に敵は多めです。いやー、いいかな。うん。ちょっと一発がでかい攻撃力の武器が欲しい。そしたらば、影のブリューが生きてくるんでね。これでいい。これでいいや。こっちにし、あ、ちょっと待って。あ、えん、あ、まあいいか、まあいいか。ポーションバリアを2にしときゃよかった。でもまあいいでしょう。何が来る？もちろん影のブリはあるんで問題はないんだけどね。 OK、 いいんじゃない。 OK、 いけるいける。おう、攻撃で全然減る。はい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 。いや、ちょっとでも矢がちょっと少ないな。でも 100本ありゃいけるか。ちょっとそこ心配した。いや、でもねもうユニークじゃないんだ。あー、なるほどね。これ最初の武器を両刃斧ぐらいにしてきて、でさっきの商人で上げて、でここでスノーアーマーでもいいね。うん、ここスノーアーマーでいいわ。なるほど。でもとりあえずここはいらないかな。ハイランドアックスもまあ悪くないんだけども、怒りもね、怒り持っていこう。うん、やっぱり影の断片と合うのは怒りなのよ。うん、なので基本的に弓で倒すようにしていこうか。基本的に弓で倒そう。 OK。 あ、でもそうなると若干矢が足りないのか。いや、足りるね。大丈夫ね。で、しかもこれ攻撃速度上がるやつだから、普通よりも使い、そんなに火力ねえよ。え、ワンパンで倒せないの？そうか、まあまあ、でもまあ、虚無と追い打ちでも入れときゃいいでしょう。ね。OK。いいね。ちょっと待って、あっち側にも敵いるな。よし。で、うわー、ちょっと待って。若干多いぞ。よし。もう。やっぱ戦いにくい。戦いにくいけど、いける。おっと、何これ、何これ。いや、でもいらんかな。
機械化ソーブレード面白いね。ダイナモ重力。でも釣り竿と一緒に使わないとあれだから。そうかそうか。じゃあ釣り竿とさっき持ってたカトラスでも良さそうね。はいはいはい。まあまあまあ行きましょう。何かしらエンチャント入れとこ。もうちょっと入れろ。もったいねえけど入れとけ。 OK。 危ねえ、危ねえ。よし、ここ危険ね。ここで戦うのちょっと危険。ちょっと愛のメダルもちょっと使うタイミングを俺失った。オッケー。そっち側にもいるんかい。ちょっと愛のさ、愛のメダルはちょっと使うの、タイミングなかったな。もうちょっと早めに使っとけばよかった。よーし、この冬ステージとの相性が悪い。めちゃくちゃ攻撃しにくい。もう相性悪いな。いや、いらん。いらん。行きましょう。もう影の断片どんどん使っていこうか。危ねえ。よし、ちょっと一気に行くから。一気にシェイ。いいね、影の断片がこう一気にね倒すとだいぶお得感があるね。おい、ちょっと待って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 、バカか。影化できてなかったじゃん。よし、終わり。耐久力がない。まあポーションバリアはついてるからねマシなんですけども、まあそのまんまでいいか。いきます。でここね、最初から OK、 これを使って、そうね、最初から使っていったらいいね。ちょっと待って、ここで出てきてくれると嬉しいけど。よし、いいんじゃない、この辺でいく。よし、ナイス、いいね。で矢も結構出てきてくれた、ありがたい。にゃっ、ん、どこ。そこかい。嘘。どうやって行ったの。TNT で向こうにぶっ飛んだのか。なるほど。いや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 、もう怒りで来たんだから、もう怒りで行こう。ハイランドいいよ。ハイランド変えようか。クールダウンしかついてないけども、まあいいでしょう。オッケー。虚無さん、虚無入れようか。虚無入れて、そうね、大ダメージ与えれるようにしておきましょう。オッケー。こんだけ矢があればもう問題ないし、もう全然いける。ちょい、めんどくせえなこいつら。待って待って待ってよ。待ってよお前たち。にゃっ、よし、いけ。まあまあまあいけましたね。はい、19回クリアでーす。
ああ、ここにもあるんかい。もう別にいらんけどさ。ああ、なるほどね。こっちでもいい。実際こっちでもいい。変えようか。2発目を当てれば、超ダメージだからね。怒りよりもこっちの2発目の方がダメージあるよね。これでいく。怒りよりも使いやすいし。いいでしょう。OK。なんかここ難しい気がする。いや、気のせいか。なんか、前こうやった時がなんか難しかった気がするんだよ。気のせいか。危ね。なかなか多いな。しゃ。よし。でも、いけるね。終わり。はい、20回クリア。ハープあれば、ほんとなんとでもなるよ。あー、稲妻の矢筒。ちょっと待って、21回が商人だから、もう愛のメダルは多分いらないのよ。稲妻の矢筒持って行ってみない？なんか役に立つ気がする。で、ここは、多分だよ。これ武器別に 何でもよかったな。なんでもよかったわ。なんでもいいんだけど、まあこれでいいや。何が来る？なんか邪悪なレースとかやめろよ、やめろよ。ああ、やっぱりか。おしおしおし、めっちゃ効いた。どこ？いいね。雷の矢筒めちゃくちゃダメージあったやん。いたたたたいたたたた。よし。ちょい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 。よし。もうあいつ。よし。いけましたね。今回はハープクロスゲーです。ハープクロスがあれば、何でもいいかもしれない。それぐらいの感じでした。ただ、敵は結構多めで、装備が下手なやつでいくとやられる可能性はあると思いますね。はい。では、報酬を見て終わります。なんだ？最近ほんといいのが出てない。まあ、凍てつくぐらいかな。蝶のクロスはね、激弱だから別にいりません。輝きだったら当たり。虚無3だったらよかったけどね。まあ、すでに最強は持ってるのでいいでしょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。